皆さんこんばんは。語り部シープです。世界の歴史に名を残す様々なジャンルの人物を紹介していくこのチャンネル、今宵ご紹介する人物はこの方、カール・フリードリヒ・ガウス。はい、今回はガウスをご紹介いたします。ガウスといえば歴史上とても有名な天才数学者として名前くらいは聞いたことある方も多いかもしれませんね。彼は歴史上に数多く存在する天才数学者の中でもトップに位置する世界三大数学者の一人に選ばれており、数学王や数学界の王子とも呼ばれた人物なんですね。以前にもジョン・フォン・ノイマンという天才をご紹介しましたが、明るく社交的なノイマンとは対照的にあまり人とは話さず一人で研究するのが大好きだったガウス。それでは彼がどんな生い立ちでどんな人生を歩んだのかご紹介していきましょう。ガウス。1777年4月30日、神聖ローマ帝国、今でいうドイツですね、のブラウンシュバイクという地で、父ゲプハルト・ディートリヒ・ガウスと母ドラティア・ガウスの間に生まれたガウス。兄弟にはヨハンという一人の弟がおりました。両親の情報としては、父親のゲプハルトはレンガ職人の親方で、母親のドラティアは専業主婦で文字の読み書きはできなかったとされております。このように両親は学問とは無縁の人物であり、家での教育も特に英才教育などは施されてはいなかったのですが、ガウスは幼い頃から並外れた知力を持っていたんですね。それはまだ彼が3歳の頃、父ゲプハルトが職人たちに支払う給料の計算をしていた際に、まだ言葉も満足に喋れないはずのガウスが計算ミスをしている箇所を指摘したのです。この息子の行動に父のゲプハルトは驚きながらも再計算してみたところ、正しかったのはガウスの方だったとされております。はい、のっけから天才エピソード全開のガウス。ガウスは言葉よりも先に計算ができちゃうタイプだったんですね。ちょっと私の周りには言語より先に数学ができちゃった人はいないのですが、ガウスは生まれながらに優れた記憶力と高い暗算能力を備えており、その後もその才能を遺憾なく発揮していくことになります。そして1782年のガウスが5歳の頃、さっきの一件以降を断るごとに数学の才能を発揮していたガウスは、5歳にしてすでに父親の代わりに銀行口座の残高や支出を管理するようになっていました。その2年後の1784年のガウスが7歳の頃ですね、にガウスは地元の小学校に入学することになります。ガウスはもちろん勉強ができる生徒だったのですが、基本的には教えられた内容をテストで答えるだけにとどめており、最初の数年間は特に目立った言動はなく、ただの優等生だったとされております。また彼の通っていた学校にはビュットナーという体罰での指導が多めの意地の悪い先生がおりました。そしてガウスが10歳の頃、このビュットナーが担当していた算数のクラスである出来事が起きます。意地の悪いビュットナーは生徒たちにある難問を出題しました。それは1から100までの数字を全部足せという問題で、黒板に書かれたこの問題に他の生徒はせっせと計算をし始めるのですが、ガウスはこの問題を見ると同時に立ち上がり、5050ですと答えたのでした。この即答にビュットナーは唖然とし、ガウスにどういう計算をしたのかと問いただすと、ガウスは1から100までを1と100、2と99、3と98のようにペアにしていくと、全ての和が101になります。これを100の半分の50でかけると5050になりますと答えました。ビュットナーはガウスのこの発想力に愕然としながらも、彼に次々と難題を出題してみるのですが、その全ての問題にガウスは即答で正解していきました。この一件以降、ビュットナーは今までのガウスへの態度を改め、自ら自費で何冊もの数学の本をガウスに買い与えました。がガウスはそれらの本を小説家のようにスラスラと読み終え、一気に習得してしまいました。この様子を見ていたビュットナーは、もう自分では彼に何も教えられないとつぶやいたとされています。はい、始まりましたね。ガウスの天才が周りに認知され始めたのはこの小学校の時期がスタートなんですね。皆さんも学校で意地悪な先生っていましたよね。
そんな意地悪な先生も舌を巻くほどのガウスの天才っぷり、なんかスカッとしますね。ですがガウスの天才としての活躍はまだまだ序章に過ぎなかったんです。ガウスの教育に限界を感じたビュットナーは、彼の助手であるヨハン・バルテルスという男に彼の教育を任せることにしました。このバルテルスは趣味で数学を学んでおり、ガウスの良き勉強パートナーだったと言われております。そのうちにバルテルスはガウスに必要なものはもっとレベルの高い教育環境なのではないかということで、中高一貫教育のギムナジウムへの進学を進めるのですが、この進学はレンガ職人の父ゲプハルトに大反対されます。ギムナジウムは大学へ進学する生徒へ向けたエリートコースでもあったため、将来ガウスにレンガ職人を継いでもらおうと考えていた父ゲプハルトは、学問なんて必要ないと考えていたんですね。そんな父ゲプハルトだったのですが、バルテルスの熱心な説得によりガウスはなんとか学問への道へ進めることになります。こうしてギムナジウムに進学したガウスだったのですが、このギムナジウムのレベルでも彼を満足させるものではありませんでした。そこで1791年のガウスが14歳の時ですね、にバルテルスは知人であった領主のカール・ヴィルヘルム・フェルディナンド公爵にガウスを紹介しました。この謁見でガウスはフェルディナンド公爵に気に入られ、経済的な援助を得ることに成功します。そして翌年の1792年、ガウスが15歳の時ですね、にガウスはブラウンシュバイク工科大学へ入学し、数学と言語学を学び始めます。言語学ではギリシャ語とラテン語、そして数学では素数についての定理を予想したとされております。はい、ガウスは飛び級に次ぐ飛び級で15歳にして大学生になります。このタイミングで父ゲプハルトはガウスをレンガ職人に育てることをしぶしぶ諦めました。それにしてもバルテルスが素晴らしいサポートをしてくれていますね。きっと彼にはガウスが将来立派な数学者になるという強い確信があったんじゃないかと思いますね。それにしても完全に私の思い込みかもしれませんが、数学好きの人ってなんであんなに素数が好きなんでしょうか。ちょっと私では勉強不足のため理解はできないのですが、きっと何か常人には計り知れない魅力が素数にはあるのかもしれませんね。ガウスの話に戻りまして、1795年のガウスが18歳の頃ですね、にガウスは通っているブラウンシュバイク工科大学よりもさらにレベルの高い大学、ゲッティンゲン大学へ編入することになります。そしてこのゲッティンゲン大学でも数学と語学語を専攻します。この当時、実はガウスは数学よりも言語学に興味を示しており、言語学の道を進もうと考えていました。このゲッティンゲン大学にて、ガウスは基本的に図書館に入り浸り、本を読み漁ってばかりいたため、大学内では全然友達はいなかったとされています。そんな大学生活を送っていたある日、ガウスにヴォルフガング・ボヤイという友人ができます。このボヤイは数学を専攻しており、ガウスと対等のレベルで数学について話せる数少ない人物でした。そして翌年の1796年、ガウスが19歳の頃ですね、にガウスに数学の神様が舞い降りました。それは定規とコンパスのみを使って正17角形が作図できることを発見したのです。ちょっと私にはこの凄さがよくわからなかったのですが、この発見は当時の数学界に衝撃を与えたものでした。実は作図できる正多角形の種類が増えたのは約2000年ぶりだったということもあり、ガウスはこの結果を非常に喜び、こんな発見ができた自分なら数学者としてもやっていけると自分の将来の進路を数学者とすることに決めたと言われております。はい、このガウスの大発見がガウスが数学者の道を志す決定打となったわけですね。ガウスの友人ヴォルフガング曰く、ガウスはあまり人と話すことはせず、一人で何か考えていることが多い青年だったと言われております。さらに基本的には機嫌があまり良くなく、何か数学で難題にぶつかっている時などはかなり機嫌が悪かったそうです。ですがこの正17角形に関する発見の時だけは過去見たことがないくらいにご機嫌だったとされ、後にも先にもあんなに機嫌がいいガウスは見たことがないと言っていたそうです。と19歳にして偉業を達成したガウスは、2年後の1798年のガウスが21歳の頃ですね、には
ヘルムシュテッド大学という大学へ移り、数学の研究に没頭します。この時点でガウスは専攻を完全に数学に絞り、好きだった言語学は趣味程度に留めることになります。この当時、数学は大した稼ぎにはならず、周りの数学者は皆金銭面で苦労していたのですが、ガウスはこの言語学のおかげで数カ国語を操ることができたため、外国の新聞から入手した情報と統計学的な知識を使い、投資に成功し安定した収入を得ることができていました。そんなガウスは1801年の24歳の時に、数論という整数に関する研究の分野に関する本、数論の研究という本を出版します。この本はガウスの最高傑作ともされ、数学史上でも名高い名著になりました。数論の研究は発行当初、世界トップレベルの数学者たちからの評価は非常に高かったのですが、あまりにも時代を抜きんでた難解な内容となっており、その上出版社との問題から発行部数が相当少なかったことも相まって、当時はあまり評価されておりませんでした。またガウスは解析学というざっくり言うと微分積分を基本とした数学のジャンルですね、もう同時に研究しておりました。この解析学は当時はまだメジャーな分野ではなく敬遠されていたのですが、ガウスは誰にも発表せず一人で研究を進めていました。はい、ガウスはこのように基本一人で研究に励み、いろいろな発見をするのですが、あまり世間には発表はしなかったんですね。その理由として、ガウスは他の人の評価や名誉などを必要とせず、研究で得た結果こそが最大の報酬と考えていたからとも言われております。またこの頃は研究した内容の論文原稿を送る学会誌や論文雑誌が存在しておらず、成果発表の方法は個人で印刷して作った小冊子や単行本で行っていました。このお手製の粗末な小冊子ではあまり多くの人の目にはつかず、世間に認知されないことも多かったため、そこまでして評価が欲しいわけではないガウスはなおのこと発表を疎ましく感じていたと思われますね。これらのことからガウスには未発表の研究成果が多く、その功績が発見されるのは彼の死後何十年と経ってからのものがほとんどなんですね。1805年28歳になったガウスはヨハンナ・オストホフという女性と結婚しました。ガウスはこのヨハンナを溺愛しており、3人の子宝にも恵まれ、幸せな結婚生活を送っていました。そして2年後の1807年のガウスが30歳の時ですね、にガウスは以前所属していたゲッティンゲン大学に戻り、引き続き研究に勤しみます。また以前から独自に研究していた天文学の分野でも、ゲッティンゲンにある天文台の天文学長に就任した彼は、以後40年以上にわたってその職を務めることになります。この天文学でもガウスは2つの惑星の軌道に関する発表など、天文学者としても大きな業績を残しました。ガウスは基本的には自分の研究以外には目もくれなかったのですが、時には数多くある講師としての依頼を受け、大学で数学を教えたりもしていました。そんな研究と授業の日々を送っていたガウスだったのですが、1809年のガウスが32歳のある日、愛する妻ヨハンナが病気により亡くなってしまいます。さらにそれを追うように次男も亡くなってしまい、ガウスは精神的に大きなショックを受けます。ガウスはその傷を埋めるようにフリーデリカ・バルトエックという女性と再婚し、フリーデリカとの間にも3人の子供を授かるのですが、前妻のヨハンナの面影が忘れられず、その心の傷が完全に癒えることはありませんでした。はい、この一人目の妻ヨハンナの死がガウスの人生に大きな影響を及ぼし、もともとあまり人とコミュニケーションを取らなかったガウスはヨハンナの死後、さらに一人で研究室にこもるようになるんですね。そして1818年のガウスが41歳の頃、ガウスは基本は天文学の研究をしていたのですが、この頃から測地学、地磁気学にも力を入れ始め、いずれの分野でも重要な研究成果を上げることになります。この頃に発見した数々の定理や法則は後に彼の名前を冠した名称となり、現代でもその名称で呼ばれております。ついには時速密度を表す単位としてもガウスと名付けられるほどに、ガウスの功績は大きいものだったとされております。ですが1831年のガウスが54歳の頃に、長らく病気がちだった妻のフリーデリカが亡くなってしまいます。これ以降ガウスの身の回りの世話は彼の娘の一人テレーズが行うようになり、
このテレーズは自身の結婚した後もガウスの面倒を見て家に留まったとされております。晩年のガウスはほぼ毎日ゲッティンゲン天文台で寝泊まりし、当時発見されたばかりの海王星を望遠鏡で探す日々を送り、そして1855年2月23日ガウスはゲッティンゲンにてその生涯に幕を下ろしました。享年は77歳でした。さっきもお話した通り、ガウスの死後、彼の未発表の発見や定理がたくさん見つかり、その功績が高く評価され、1889年から2001年の12年間ユーロ紙幣にもなり、彼の数学界への多大なる功績と名声は不動のものとなったのでした。さあ、いかがだったでしょうか、ガウスの一生。ガウスは基本的に他の数学者と協力しての活動はせず、一人で黙々と研究と発見を繰り返すが、発表はしないタイプだったこともあり、当時ガウスは数学界の中でぶっちぎりの独走状態で先を歩いていたわけですね。そんなガウスは他の数学者が学会などで行う発表には必ず出席し、それはすでに私が前にやったよと思わせぶりと言いますか、匂わせ的なことを毎回言っていたそうです。また大学で講師をする際にも、私の考えが理解できない生徒に教えるのは時間の無駄だと言い、授業もあまり教える気がなかったとされており、あまり周りからの評判は良くなかったみたいです。ですがガウスが歴史上稀に見ぬ天才数学者であったことは疑いようのない事実であり、かの有名なナポレオンもフランス革命戦争でドイツ方面へ侵攻した際、ガウスの邸宅前で、ここには世界一の数学者がいる、この屋敷を燃やすのはやめだと言い、ガウスの家だけには手をつけなかったほどでした。ガウスの死後、彼の研究成果の発見もあり、数学分野を一人で数百年分も進めたと言われる孤高の天才数学者ガウス。私シープも誰かに質問をして知っているのに教えてくれないタイプの意地悪をされた時には、あ、この方はガウス的な羊なんだなというふうに捉えようと思います。以上、ガウスの生涯でした。今回も私なりに調べてはみましたが、至らないこと、気になることがあればお気軽にコメント欄にコメントをお願いいたします。本日は貴重なお時間ありがとうございました。 See you next night.